はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、モーターショーの、ね、続きということで日産ブースにやってきております。ちょっと見ていきましょう。こちら、スカイラインですね。スカイラインとこちらセレナですね。セレナがあって、これねデイズね、デイズかっこよくなりましたよね。結構ほら目のところはね、なんかスーパースポーツカーみたいな感じのデザインでもありますけども、いやまとまってていいデザインだと思います。でこちら日産ノート e パワーということで、ニスモ仕様になってますね。でもう皆様おなじみのリーフということで、電気自動車は、先駆けて販売してますよね。でこちらコンセプトモデルになるんですけども、もう軽の大きさですよね。フロントグリルがねすごい派で、モーターショー映える感じの、なんかあれ液晶ですかね、どうなってんすかね。まあドアミラーがねもうないということで、もうデジタル化してますよね。こう後ろが近未来的な、ちょっとアメリカチックでもあるかな、このデザイン。あ、動くのね。でこちらは日産アリアコンセプトということで、SUV、進化した SUV、 あ、タイヤも日産って書いてる、すごい。あんな売ってんのかな。こちらなんか VR 体験してますね。こう車の VR 体験って結構ねなんか酔っちゃうんでね、私やめときます。このデイズね、ハイウェイスターちょっと気になるんで内装の方見てみましょう。はい、お邪魔しますと。内装はね、こんな感じですね。いやーなんかこの辺、あ、これタッチパネルっぽいね、タッチパネルっぽいね。全部ねちょっと電源がつかないんで、わからないんですけど、この辺ねピカピカっと光ると思います。こうブルーのこれは革張りのような感じですね。シートはちょっとこうチェッカーフラッグのようなデザインがあしらわれてます。あ、これ K よね、これ K よね。一瞬乗った感じね、これ K ってわからないぐらいの質感ですね。あ、後ろはこんなに広いのね、後ろはこんなに広いのね、軽あるあるやな。今ねこれぐらい、これぐらいですよ。前はねそんなに広くないなと思ったんですけど、後部座席のこの広さ、やっぱり軽ってね、なんかこの設計どうなってんのっていうぐらい広いですよね。俺もこんなに足元広い。はい、いかがでしたかね。日産ブースざっと見てきました。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、2019年モーターショーの、日産ブースでした。じゃあね、バイシュ。